今回は残り物のカレーでホットサンドを作っていこうと思います材料はですねシンプルに残り物のルーモッツァレラチーズあとはパンというふうになっています今回ですねホットサンド2枚作ったんですけどもまず1回目はですねルーを冷たい状態のままホットサンドの方にしてみましたでその後はですねちょっとあの温まりが悪かったようだったので温めてもう1枚作ったという感じになってます 出来上がりの様子はですね動画の方は後で見てみてくださいでまずはですねパンをですね半分にカットしますこのパンですねちょっと乾燥気味な感じがあって切りづらくてですねちょっと欠けてしまいましたモッツァレラチーズはですねこのような感じで小さめのボウル状になったモッツァレラチーズですねこのサイズのものをですね2玉ぐらい使いました で入れるときはですねだいたい3等分ぐらいに1玉をですね3等分ぐらいにカットしてちょっとちょんちょんちょんと並べて使うような感じですはいカットしたとき様子ですねだいたいこんな感じで3等分に切ってますこれぐらいにカットしておけばですね、えー、別のホットサンドを作ったときは綺麗に溶けましたで今回ですねちょっとカレールー入れて作ってみたんですけども あんまりですきれいにとろけなかったのでちょっとですねもう少し小さく切るとかですね工夫した方がいいかなと思いましたはいそしたらですねこのような感じでパンの方にですね結構たっぷりめにですねカレールーはのせましたでこの上にこのような感じでモッツァレラチーズをトッピングしていきますはいあとはですね、えー、パンを挟んで焼いていくだけなんですけれども もう一つ作るときはですねレタスとトマトの方も入れてみましたレタストマトモッツァレラチーズそしてカレールーを入れるという感じですね個人的にはですねあのレタスとか入れた方があのシャキシャキ感もあってトマトも酸味があって美味しかったですはいあとはですねこのようにホットサンドのです、ね、機械の方に乗せてグッとですね閉じてですねあとは焼き上がるのを待つだけです そして一番最初にですね焼いたときなんですけれどもルーをですね冷たい状態のまま焼きましたので焼き上がりがですねちょっとやっぱりですね足りないなという感じがあったので追加でもうちょっとですね焼いて2回焼きにしましたただ2回目焼きすぎるともしかしたら焦げるとちょっとあのー、食べにくくなるなと思ったので2回目はですねちょっと時間をですね短めにして焼いたといった感じです 動画ででも分かるようにですね、このモッツァレラチーズのとろけ具合がですね足りないなという感じがあります、まあ、このようにですねあのボール状に入っててもですね食感はですねこうもちっとした食感があるのでこれはこれでまた美味しいかなと思いました2個目を作るときにはですねこのようにトマトとレタスですねこれ全部入れたわけではないですけどもトマトこの2かけとあとちょっとですねレタスを入れたという感じですねこのようにセットしました一番下に カレールーでモッツァレラ入れてで上の方にですねちょっと電子レンジで先にですね温めてからトマトとレタス入れておきましたそした方がですねやっぱりホットサンドで焼いた時にですね、えー、チーズのとろけ具合少し良くなるかなと思ってやったんですけれどもまあ最終的にはですねこのような感じで焼き上がりましたカレールーもですね温めて作ったので先ほど1回目作ったよりはですねだいぶあのチーズの方もですねとろっととろけたような感じですごくいい仕上がりになってました カレーパンとかですね、揚げて作る場合ですね、大変なんですけどもこのようにですね、パンカットしてホットサンドの機械にですね、セットするだけなのですぐ作れてですね、簡単で美味しいですね、ホットサンドできるのでこのカレーホットサンドすごく美味しいのでおすすめです自宅で簡単にできますので一度ですね、あのカレー、翌日に余ったカレーなどでですね、作ってみてください